こんにちは、小林幸子です。さあ始まりました、小林幸子は YouTube ババ。もう今日はね、嬉しい、もうとっても嬉しいことがありました。山梨甲州市の観光大使の委嘱式、私大使に任命されました。いただいてきたんですね。それではここで甲州市観光大使委嘱式を執り行います。日本レコード大賞最優秀歌唱賞など数々の賞を受賞されていらっしゃる歌謡界の大御所、小林幸子様が甲州市の観光大使をお引き受けしてくださることになりました。どうぞご入場ください。皆様盛大な拍手でお迎えください。委嘱状、小林幸子殿、あなたを甲州市観光大使に委嘱いたします。よろしくお願いします。これからはふるさとは新潟ですけども、第二のふるさとそして甲州市を、そう、日本全国そして世界にネットでもそういう意味で発信して、ご協力をさせていただきたいと思います。私も頑張ります。どうぞ皆さんも一緒に頑張ってください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、こんな本日でよかったでしょうか。YouTube ババアにもぜひ載せていただければと。今ご存知の方も、ね、知らなかったってくれたので、YouTube のタイトルが、小林幸子は YouTube ババアって、こういったタイトルでございます。そしてここ笑うとこなんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてここは、なんと、じゃーん、シャトー勝沼に来ております。こちらのお二人は、シャトー勝沼の会長と奥様。もう仲いいですよ。そしてこちらはお嬢様です。もう私も仲良しなんですが、もう何ヶ月ぶりかな、約1年ぶりですかね。1年ぶりですかね、はい、1年ぶりでやってきます。どうもよろしくお願いします。お願いします。さて、幸子さん、はい、先ほどの委嘱式、委嘱式、あんなに真面目な式で、はい、まさかの YouTube ババアって言葉を出すとは思いましたかね。それが YouTube ババアって出た瞬間、会場の空気凍りましたよ凍っちゃったのね。さて、幸子さん、はい、甲州市の観光大使に、そうなんですよ、はい、無事就任ということですけども、はい、なんかお話聞いてたら、そのきっかけがこの YouTube、 ザクランダーがこちらの会長でした。あとにね、市長がね、お見えになってってことは、じゃあ幸子さんが観光大使になれたのは、はい、会長引いたこのシャトー勝沼さんのおかげということで、ここに YouTube の撮影で来たあれがきっかけなんですよ。あれですよね。そうですね。ちなみに前回の動画、皆さんご覧にはなられましたか。もちろん、何回も見ました。その他のも見ました。会長、いかがでしたか。動画ご覧になられましたか。見ましたよ。市長がね、はい、もうその時からもう幸子さんの不安になっちゃう。その前からですよ。もちろん。こうやって会長ご夫人はもう会長を支えられてきたんですよ。もう分かりますね。これ一瞬で分かるものね。前回とんでもないワイン。とんでもないワイン。会長のもうご好意でいただきましたけど。今日もね。ちょっと待って。うわ、ちょっと待って。1968年幸子さんのね、お母さんが年です。どうなったの私そうでしたね、だって68年って、何年なんですか。54年前のワインが、はいはい、あ、でも幸子さん、今日は見るだけなんで、そう、あ、いいえ、飲んでください。本当ですか。はい、ちょっと映して映して、見て見て、これはまたすごいのが、いきなりすごいの出てきましたね。はい、うわー、すーごー、白ワインなんですよ。白ワイン、そうなんですよね、白ワインなんで、ローゼみたいな、こういう感じになるんですよね。次には100年もらって明日来ます
あの、何のための観光大使なんでしょうね。でもね、ここはね、フルーツ、もちろん、ぶどうもそうだけど、フルーツも、いろんなものがものすごく美味しいんですよね。もちろん、なんといっても、シャトー勝沼のワインじゃないですか。世界に向けてやっぱり発信している、このシャトー勝沼のワインを、私、もっともっとこう、人に知ってもらうための、まあ、私は観光大使になるわけですから、そういうお仕事をね、させてもらいたいなと思うから、だから、飲んでいいだって。物みたい。物みたい。はいですね、今後はもう甲州市にもちょこちょことお話していただいて、ね、なんか本当、はい、さっき話したように、はいはいはい、立ち子畑を作ろうと思ってますので、はい、新潟では米作ってます。一回山梨の甲州市のブドウ畑でブドウの剪定から収穫をして、で、収穫したブドウからワインを作って、それを毎年。忙しいじゃん、はい、もうすぐじゃないですか。剪定は すぐ来ます、はい、いやだからつまり幸子のブドウ、幸子ブドウ畑をどうだっていうふうに言って、このブドウはもう名前はラスボスですよね。そうですね。そんな話が、そうなんです。私もお米でやってるけども、これがブドウもできるようになるとしたら、こんなに幸せなことはないなって、ね、ブドウに今年もいいブドウになってねって言いながら剪定するといいブドウになるんですよ。やっぱりね、愛情込めてブドウってね、うん、木なんだけれども、そういうふうに話すると、それがね、全部ね、実になる。おっしゃることをよくわかります。さあ、幸子さん、はい、今日は、まあ、観光大使に就任されて、はい、このシャトー勝沼に帰ってきたということで、帰ってきてきました。そして私、第二のふるさとだ。そしていきなり会長からとんでもないワインが出てきましたので、帰りましょうか。それダメです。せっかくのご好意ですので、いただきましょうか。ありがとうございます。はい、中山くんがソムリエの、あ、この間もやってもらったんで、そうそう、またあの、前回のイケメンソムリエの、そうよ、イケメンソムリエ。でもこれ難しいんですよね。難しいんですよね、もうコルクがね、うんうん、やっぱりすごいプレッシャーですよ、ちょっと。そうですね、これ一発通りなので、しかもあの、会長にも見られる、会長にも見られる。一番最初はクイーンで動き出すと、あとはスルスルスルって出てくるんですけど、怪しい感じで、怪しい。いっぱい寝てる。なんだ。だって50何年もここでね、ずっと眠っていたわけだから。ちょっとブラウザを使わせていただきます。はい、はい、すみません。はい。両サイドから挟んで手を抜いていくので。いい感じだね。おー、みんな抜ける抜けるよ抜けるよ。あー、素晴らしい。おー、いけたー、すごい。直接のバク色の麺割れたってことですよね。ちょっとこんですもんね。フリービラ岩村というフリービラ、うちの最高級のワインの名称で、フリービラ岩村ってこだわりのワインだけつくブランド名です。あ、いい香りがします。大変結構です。社長さん、ご苦労様。ありがとうございます。すごい、もう香りが分かりますいかがですか。生きててよかった。生きててよかった。僕よくいいやつ。美味しいですね。前回覚えてらっしゃいますか、幸子さんもワイン貯蔵したいって。そうなの、そうなの。それは今の話は別に、前ね、あの、自分の名前のワインを作りたいなって思ってお願いしてはいるんですけども、まだそこからまだ話進めてない。いや、あの、今日せっかく来たので。そうそうそう、そのつもりでいます。ね、あの、うん、せっかくなんでお打ち合わせというか、はい、前回お邪魔しました、あの、地下の巨大迷路に貯蔵をされるということで、はい、実際に見てみましょうか。地下の巨大迷路、どこに貯蔵されるのか。はい、佐藤さん、何本。100本。あれ、いきなり100本いくんですか。100本ぐらいダメでしょ、そのぐらいないと。
ここに置いといて、また帰ってきた頃飲むとまた味が変わっていて、いいですね。すごい最高だと思います。いきます。よろしくお願いします。こちらが地下セラーになるので、このインフラ今村のセラーに。ねえ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 、ここが来た、来たの、あれね、サツコプロのスタッフはみんなのワインに夢中です。向こうで三上さんさえも遠くにいません。今いないです。いないいない。ちなみにひでこさん、シャトー勝沼では、はい、お客様から代金をお預かりして、はい、ワインを保管するというサービスが、はい、そうですね、うちのワインを100本ご購入いただければ、うん、こちらに1年間は置いておいて、うん、2年目からお取り出しができるようなことも今紹介の方だけでやらせていただいております。結構満杯になってきているの で、ね、今空きが出た時にお受けしている形になりますので、100本のワインを買うとともに、はい、ここのワイナリーの土地、この価格を買ったってことですね。そうです、そうです、そうです、ここを買ったんです。ここを買ったんです、はい、じゃあ甲州市に土地を買ったと。土地持ちやんだし。あのパパと使ってまた新しく入れたらいいです。そうそう、エンドレス、エンドレス。本当に冷蔵庫で保管するのがいいんじゃないですか。ここじゃないといいんじゃない。この空間がいいんですよ、ね。じゃあさつこさん、はい、あの土地買う場所も決まったということで。買ったよ土地。この後のワインの、その、ラベルだったりとかの打ち合わせを、はい、お願いします。はい、わかりました。じゃあぜひ打ち合わせをして、来年のもう3月に入れます。うわ、はい、嬉しい嬉しい。普通のボトルなので、つるんとしてるので、多分10センチぐらいの高さで、でも大丈夫。大丈夫。ちょっと考えますけど、ひょっとしたら本人、名前によっては、うん、あのローマ字でも、例えば筆文字でやったら、ちょっと確認に。あれじゃないですか、本人の字ってやっぱり素敵なので。筆だけど、英語だって、うん、知らせたら、うん。だからそんなことも考えると。で筆文字でも、シャーってかっこいいかもしれない。はい。うん、そうですね。というわけで今日はね、すっごく嬉しい日だったな。もうね、甲州市のね観光大使、就任させてもらいました。それがまず一つと、そして久しぶりにシャトー勝沼来ました。私のね、嬉しい畑、多分これかもしれないんですけど、私の畑がねできます。でここで私のワイン、もちろん全部すべて剪定から全部やるんですけど、なんかそれが夢が叶えられそうです。そしてもう一つは、小林幸子のワインをね100本お願いしました。ラベルとかね、いろいろ決めなきゃいけないんですよ。それがはっきりしたら、できるわけなんですけど、ね、もう来年できます。すっごい嬉しいです。名前を何にしようかな。なんかすごいすごい、なんか何がいい、どんな名前にしたらいいか教えて。なんかあったら、いい名前があったら教えてください。じゃあね。